15位と苦しむ甲府がホームに首位の町田を迎えた一戦です。前半の13分です。右からのクロス、中島が抜け出そうとしたところ湯沢が倒して PK、 さらにはレッドカードが提示されました。あの山本はちょっとクリアで当たったんですけども、はい、その瞬間にあの落下地点を読んでね、うまくポジショニングを取りましたよね、はい、中島が。ここから甲府は10人での戦いを強いられます。この PK を中島が決めて町田が先制に成功します。真ん中蹴るのはやっぱ度胸いるんですけどね、はい。そして前半終了間際、前半のアディショナルタイムでした。平戸のフリーキック、小塚が触ってゴールに吸い込まれました。甲府にとってはね、2つともあのセットプレーと PK ということでね、はい、両方はセットプレーですけども、そういうのでもねやっぱり勝敗を分けてしまうのよね。62分の甲府です。まあ、この曽根田の投入でね、少し盛り返した甲府ではあったんですけどね。そうですね、やっぱ曽根田飛び出しのタイミングはね、試合中も言ったんですけど上手なので、はい、そこからあの周りの選手も連動して動けるようになりましたよね。こちら64分甲府のコーナーキック、フリーになったペフージン、まあ、この辺りで1点返しておければという展開ではありました。そうですね、セットプレー多かったですもんね、はい。こちら68分です。曽根田から小塚、花園が、ね、うまくディフェンスを引き連れてファールに流れたので、いいスペース空きましたね。前半もありましたけどね、花園のスペースを作るのが上手ですよね、はい、味方の選手のために、まあ、それでいて自分もゴールを狙える位置に入れますよね、はい、いつも。後半はね、甲府の方がボールを回すシーンというのもね、そうですね、出てきてはいたんですけどね、効果的なサイドチェンジは多かったんじゃないかなと思います、はい。